皆さんこんばんは。ここからはもっとゴジスタ。今日は世界コスプレサミットの会場栄のオアシス21から天野さんお願いします。はい、引き続き天野がお伝えします、はい、よろしくお願いします。お願いします。そして会場には小栗さんも来ていただいています。そしてなんと小栗さんが、はい、ああ何のコスプレですか？ポケモン GO のウィロー博士であります。口調もキャラになりきってらっしゃいます。すごい。肩にはねポケモンのキャラクターも乗せて、はい、EV ですね。そうですね、はい、なんでこのコスプレ選んだんですか？もちろん僕がずっと続けてるゲームですから。おさっきあメガネが見えた、まあ、こういうのもありますね。このトラブルもね、はい、実行委員長自らこのようにコスプレして盛り上げてくださってますが、はい、先ほど本編でもごしょまたメガネが落ちてます。いやいや、こういう緩い感じでもうかけてます。はい、先ほど本編の方でもお伝えしました素敵な日本代表のお二人にも来ていただいています。よろしくお願いします。引き続きよろしくお願いします。そして今ですねリハーサルの方がかなり盛り上がってきてまして、後ろでオーケストラの音とかもね流れていて、でこのオアシス21の周辺にもたくさんの見物客、それから趣味でねコスプレをされている方など本当いろんな方が集まってきて、先ほどよりもかなり盛り上がってきています。はい、ちょっと見ていただくともうすごいずらっと、はい、見物のされる方が足を止めて、そのレッドカーペットのステージを見ているというそんな状況です。さあ改めてなんですけれども3年ぶりということで今盛り上がり、はい、嬉しいですよね。いやもう本当にワクワクしっぱなしですね、はい、みんなとこうやって会えてるのが嬉しいですね、リアルで。そうですよね、うん、ついにメガネをしなくなっちゃったんです、はい、すぐ落ちる。もう持つスタイルでも大丈夫ですけど、はい、持つスタイル、はい。ちなみになんですが岡田さん、何か実行委員長でもいいですし、コスプレの日本代表のお二人にでも聞きたいことあったら何でも聞いてください。私日本代表のお二人にコスプレの細部を見たい、もっとカメラさんこう寄っていただいて こだわりのこの何だろうディティールを見たいです。あ、コスプレのディティール、細かいところを見たいということなので、はい、ちょっとポージング撮りながらカメラさんも寄っていただいて見せてもらってもいいですか？なんかおすすめポイントとかあるんですか？まずこちら足、すごい。おすすめポイント、こだわりポイント教えてください。こだわりはやっぱり顔のシワですね。シワですか？はい。どうやってシワを作ったんですか？これがですね、素材をの貼り方にこだわって、丸みをしっかり出るような工夫をしました。なので、なかなかですねこの貼り方をしている人はいなかったかなと思うので、当時は、はい、何で作ってるんですか？これがですね、身近な材料でいうとお風呂マットみたいなウレタン、はいはい、みたいなですねスポンジみたいな、博士が背負ってるこの、博士が背負ってるこれですね、これに似た素材を使ってます。使われる。じゃあ結構柔らかいんですか？そうですね、柔らかい上に、エナメル合皮を貼って作ってます。へー、すごいですよね。剣はこれ全部、剣どうなってるんですか？あ、この剣は何で作ってるんですか？剣はですね、同じ素材に真ん中に鉄芯が1本入ってます。で表面はキラキラさせたかったので顔もですね車用のフィルムを使ってます。へー、車用の、はい、なので雨に濡れても大丈夫です。すごい。そうか、コスプレイヤーさんね、どんな時そのコスプレ活動される時に雨だったりどんな天気かなんてわからないですからね。これちなみにいろんな天気に対応できるような作りに。総額って聞いてもいいんですか？あ、後ろもかっこいい。あ、総額どれぐらいですか？多分作ってる人自分の作ってる金額覚えてないんですよね。なんですけど大体作ると5万から7万ぐらいかかってます。あ、そうなんですね。結構じゃあもう、うわ、もうすごいしか出てこない。ではね、モイモイさんも素敵ですが、はい、お隣のメロン、うん、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。SNS のフォロワー数もかなり多くてとっても人気な、はい、コスプレイヤーさんです。犬夜叉のサンゴ、はい、犬夜叉のサンゴです。なりきっているということですけど、こだわり、一番のこだわりは何でしたっけ？一番のこだわりはやっぱり武器でして、結構大きい武器を使う方が多いんですけど、はい、もう持ち運び
して、ちょっとあの外してみますね。外せるんですか？しっかり作られてるからちょっと、あ、当たった。こんな感じで。あの移動もすごい便利で、現地でくっつけるという方法で作ってます。ちなみに素材は何ですか？素材はこれ、発泡スチロールみたいな、ちょっとあの柔らかいタイプの発泡スチロールがあって、でそれに、あの塗装、ラテックスとかで塗装して、あの同じく私も雨に濡れても大丈夫なように作ってます。見た目は重そうに見えるんですけど、私もさっき持たせてもらったんですが、かなり軽い、本当にこう発泡スチロールのような感じで、すごく軽いんですよ。へー、すごいですよね。これ衣装も手作りってことですもんね。かなり軽く、そうです、衣装も手作りなんです。衣装もあの鼻腔から足まで、頭からつま先まで全て手作りなんだそうです。もうね、このクオリティの高さが胸高鳴りますね。そうなんです、私もさっきこれ、あのこれまで写真とか映像でしかコスプレイヤーさんって見たことなかったんですけど、実際に見ると本当にクオリティの高さに驚いて、さっき質問攻めしちゃってました。どうやって作ったんですかとか、どれくらい時間かけたんですかとか、ね、ちなみにこれはどれくらい時間かけてこの衣装を一式作りました？私はこれは3ヶ月ぐらい。3ヶ月。そうなんです。で、作っているところってどういうところで作ってるんでしたっけ？作ってるのってどういうところで作ってるんでしたっけ？家です。家で。リングでボーンと作ってます。だからあのお客さんが来ると怒られるんです。あ、もうあのガー片付けて、それこそあの布かけてごまかします。そうなんですか？そうなんです。あの博士、この衣装はどうされたんですか？あのうちの社員でコスプレーがいるのでお願いしました。自作ではないんですか？すいません、つけ焼き場です。実はですね、博士もすごいんですが、博士の娘さんがコスプレをされて会場にいらっしゃってまして、ちょっと呼んできますね。はい、すいません、ちょっとだけ出てもらってもいいですか？博士の娘さん、こちらへどうぞ。JK です。はい、こんにちは。こんにちは。なんと博士の娘さん、あの実の娘さんなんですけど、まだお年16歳ということで、若いのにこんなに綺麗に、はい、とっても大人っぽくて、スタッフ一同感動しておりました。これ娘さんの衣装も手作りですか？あ、娘さんの衣装、僕から言っちゃうけど、これもうちの社員のコスプレイヤーが彼女にプレゼントしたので。ちなみに何のコスプレですか？あのゲームのキャラクターなんですけど、あの普通の格好とは違った着物バージョンの服になって。あ、なるほど。親子でコスプレ、このように、はい、そうなんです。世界コスプレサミットはもう様々な国と地域からこうやってこだわりの衣装を身にまとった美しいコスプレイヤーさんが揃って盛り上げるという、そんなイベントになっています。わかりました。天野さん、ありがとうございます。天野さんはコスプレしなかったんですね。はい、うん、そう、天野さんもねしてみたかったんですけど、天野さんメリオット体操の女の子止まりですかね。コスプレはまだそのレベルしかやったことがないです。わかります。いつかやってみたいです、皆さんに教えてもらって。そうですね、わかりました。暑いので熱中症十分気をつけてくださいね。まだまだ夕方も暑いんでね。はい、はい、じゃあ天野さん、はい、そして皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。世界コスプレサミットはあさって日曜日までです。ではこのあたりで失礼します。